随法省は日本の勲章の一つ。勲一等随法省を配用した秋田清随法省は勲章増設の章により、大勲位喫下症継承並びに、勲一等局実等下大受章、及び女性を授与対象とした法官章と共に増設された勲章であり、同日の各種勲章等級の正式及び被大勲位喫下症軽食の正式により、 君一等から君八等までの八等級が制定され、各種勲章及び大勲一喫科賞計測需要によってその衣装等が定められた。それ以前は男性を授与対象とした大勲一喫大受章及び極実章しかなく、制定当時は随法章も男性のみが授与対象とされていたが、夫人の訓労ある者に随法章を賜物もの件。 によって女性にも等しく授与されるようになった。平成15年5月20日閣議決定により、君党が数字で表示されていたものが、随法大受賞、随法、重光明随法中受賞、随法小受賞、随法総工賞、随法単行賞と、名称表記に改められるとともに、君7党と君8党が廃止され、6党級とされた。随法賞は、 また公共ににし記念の功労あるる者に授与すると定められ、具体的には国および地方公共団体の公務または公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね成績を上げたものを表彰する場合に授与される平成十五年に行われた A 点制度改正同年制定の各種勲章及び大勲位菊花章継式の正式及び形状を 定める内閣府令により、訓党に女子随法省を授けるといった訓党と、訓証を区別する訓期及び、除訓制度から随法省を授けるという文章に改正された。なお、改正時の政令不足により、改正前に授与されたものは改正後も引き続き訓党、訓証とを分けた状態で有しているものと扱われる。明治25年7月19日、広瀬斎平。 渋沢栄一、古川一兵伊ダテクニシュゲの4人が民間人として初めて訓四等髄法章を受賞した。それまで、勲章は国家のために尽くしたもの、つまり管理にしか授けられなかったが、同年将訓条例が改正され、民間人でも国家のために尽くしたものには授与されることとなった。訓五等髄法章を廃用する1941年頃の吉岡弥生。 樹は女性用の蝶結び状の小樹。章のデザインは馬島遅いのちが神武天皇に建てまつった随法に基づいているとされるが実際は伊勢神宮のご神体である鏡をモチーフにしているというのが一般的な見解である。章の中央部に青色尻尾に浮くように鏡のモチーフが浮き出して取り付けられ連樹が丸く囲む。その外側は四方に伸びる光線が。 白尻尾によって施され、中央の鏡のモチーフを囲む部分には赤のレンジュが配される。基本的に、ご神体である鏡に強く、光が当たった状態をデザインに起こしていると言ってよい。デザインは、訓一等から訓六等までは、基本的に同一であるが、等級により金と金の施される範囲や、章の大きさが異なる。また大受章の副章と、重光明の正明のみ、 外側に伸びる光線は八方である。かつて制定されていた七頭と八頭の正明の衣装は光線が省略され、連珠で八方星をかたどったジータを七頭は金、八頭は銀として中央に鏡を据えるものであった。銃は愛のオリジに、木の創線と定められているが、時代によって色味には非常にばらつきがある。明治の制定時には公文書の定めに等しく、 阿波い字に木の創船であったが、大正時代の一時期には、樹は、戦料の経年変化により、阿波い字に桃色創船になる樹が採用されていた。大正末期から太平洋戦争末期頃にかけては、安国神社に展示されているもののように、オリジナ、波いが非常に濃く、禁止勲章と見まごうばかりの海力のものも存在していた。戦後は、元の通り、 ごく淡い淡いの地に、黄色の総選に戻り、英天制度改定まではそのままの色味であった。また制度改定まで、女性に授与する場合は、君三党以下の樹は、君二等以下の法官賞と同様に長結び状の、小樹で統一され、左胸に廃用することが定められていた。すべての随法賞は、賞の裏面に、君公聖賞の刻印が施される。随法賞は、 各種勲章及び大勲位菊花章継承の正式及び形状を定める内閣府令の施行に伴い大きく意章が変更された。まず、それまで極実章の格下であった随法章を同章と同格に昇格させるにあたり、勲章の体系が朝日章と完全に同等に改められた。これにより、随法、茂光明は新たに随法中樹章の正明を 副章として持つこととなった。加えて同時に、すべての勲章に、極実章と同型である切りの中が備えられることとなり、また、赤色レンジュの固定も、これまでのかしめ止めではなく、プラスネジによる固定となった。最も顕著な変更と言える点は、銃の色である。それまでの、淡いに、木の創線が、愛の地に、木の創線に改められた。愛といっても薄いもので、 比較的水色に近く、皇室の随章の色として用いられている日本の伝統色、花田色に近い。樹の結び方も従来は性別で異なっていたが、英典制度改正を機に男性用の方式に統一された。行位勲章の調整は完成までに時間がかかるため、制度改正による衣装や細部の作りの変更が間に合わない場合がある。そのため、 追放賞においては大受賞の副賞並びに、重光明の正明が、法令の許容範囲内で、旧制度の在庫品から授与されていった。平成20年頃より、完全な新制度版のものに切り替わり、裏面の廃用品が以前の縦方向に差し込むものでなく、横方向に向いてそのまま礼服の生地に差し込める、ブローチピンのような形態に変更された。 また、裏面も以前の鏡面仕上げから、なし仕上げに変更され、赤いレンジの部品は、以前の4個のネジ止めから2個のネジ止めに変更された。現行の随法省の名称を、旧制度課の名称を添えて以下に示した。訓一等随法省を採用して、貴族院本会議に臨むこの F209、制度課においては、訓頭の序列は、旧来の宮中席時に則り、上位から、朝日省。 王冠賞、追放賞の順に、同じ君等の中では最も位に位置づけられていた。しかし2003年、英転制度の抜本的改革にあたり、英転制度の男女公平化によって、極実賞、投下賞、菊花賞が女性にも等しく解放されることとなったため、必然的に、追放賞もこれまでとはその英転の性質を変化させる必要があった。 英典制度改正により、随法省と同格に改められた朝日省が、国家、または公共に対し功労がある者の,のうち、功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者を、授与対象とすることになったため、対する随法省は、国家、または公共に対し功労があり、公務等に長年従事し、成績を挙げた者とされ、主に長年公務員を務めた者や、 公共事業において、功労のあった者、すなわち長期にわたって、公務等に従事した者の,の功績に与えられる勲章となった。随法章が儀礼助勲で用いられることは少ないが、国賓の来日や皇族の外遊などの際に同席する、公儀のロイヤルファミリーとして一般に認知されているが、個人としては公式な王族のらいを所持しない者や、純王族、 元王族といった身くらいのものに対して大受賞が送られてきた例がある。タイのソムサワリ元皇太子妃やオランダのマルフリート王女の夫ピーター・ファン、ホレン・ホーヘンなどにその例を見ることができる。珍しい例としては、秋人上皇が皇太子時代に皇太子妃を伴ってマレーシアを公式訪問した際に、接遇に当たった全国王の礼俗の日に対して、儀礼女君として、 君一等随法省を贈与している。通常、女性王族であれば、君一等法官省が与えられるところであるが、マレーシアの国王は、複数のスルタン家の中から人気を指定して、輪番制で選ばれる。このため、正式な王家、王族の定義が時期によって変わり、未くらいの定義が難しかった。そこで、日本国政府の下した判断が、君一等随法省の贈与であった。 その他著名人の例としては、1937年から1955年の間に3度訪日し、1968年に多界した活動家ヘレン・ケラーへ、君一等随法賞が贈られている。君一等法官賞及び、君一等随法賞を配用した、皇順皇后皇族女君については、皇族の初の部が、男性は、10日賞以上、女性は、 法冠坊端章以上であるため、単独で、随宝章を授与された例はない。しかし例外として、高順皇后は、君一等法冠章とともに、君一等随宝章も所持していた。多くの写真で、その配用された姿が残っているが、この随宝章の副章は、君一等法冠章とほぼ同じ直径を持つ特性の、小型なものであった。低迷工業も、 非常に数が少ないながら、同様の小型な随法賞を配用している写真が残っている。君二等以上の随法賞は、一般女性も受賞しているが、その際に授与されるのは、通常の男性用のものと同じ大きさであるため、上記のような小型の副賞は、低名皇后及び皇順皇后にのみ確認される。これら皇族に対する随法賞は、天皇から真授されているのか、 もしくは、奉還賞の項目で述べているような、天皇の即位に伴って、皇后としての自らの廃用であるのかは不明である。この例以外で皇族が、随法賞を受賞した記録はない。大君一喫大受賞の項目で述べている、喫花賞受賞による、同時排除により、君一等随法賞を賜った者は、公式な随法賞の受賞者には数えられない。 勲章地脱令に基づき随法章を地脱されたもの地脱されると官報に掲載され、随法章を返還しなければならず、随法章受賞者であると名乗ることも認められなくなる。ありがとうございます。